いや、これちょっと釈迦さん食べてほしいな。ちょ、僕ちょっと嘘つくのはちょっと嫌かなーってね。あ、そう、引っ越し祝い。今日引っ越しって言ってたじゃん。からの引っ越し祝い。釈迦さんにはマジで美味しいって言おう。ゆえん。なんか、まあ、まずボブくんから食べさせて、でもう思考ロックであと食べてないの釈迦さんですよってシスコさんに言ってもらおう。いや、シスコさんはちょっと断れるな。ボブくんに言ってもらおう。外堀から埋めていく作戦にしよう。なんかでも思考ロックでもう食べてないのがね、ボブくんと釈迦さんらしい。